んたはね、勇者の生まれ変わりなんだよ。なんだってねえ、やってられるか、急に出てけって言われて。バッバー、くそ、ちょっと失礼しますよ。じゃあ失礼してと。じゃあ失礼して。この辺りはわしのようなお金持ちしか住むことが許される場所なんじゃ。だから住み心地は抜群じゃわい。おばあさん、お家までお送りしますよ。ご自宅はどこですか？荷物中まで運びますよ。へへ、物がいっぱい。だって私300ゴールドの銅の剣欲しいんだよ。みんなにもわかるはずだこの気持ち。失礼しまーす。あ、あるじゃんあるじゃん、宅配がよ。あ、やったー、銅の剣買いに行こうぜ。私が銅の剣買い替えるとこ見てて。これが勇者か。勇者の証なんでね、左手。もしかしてこの左手、泥棒の焼き印ですか？その災いを呼ぶ者を地下牢にぶち込むのじゃ。え、なんで私は誰だと思ってんだ。勇者だぞ。盗みも破壊も捕まんなきゃいけないようなこと一個もしてないよな。